皆さん、こんにちは。こんにちは。こんにちは。わっしょい。わっしょい。わっしょい。はい、皆さんこんにちは。はい、じゃあ、今日も3人、塾長。はい。今日も青っすね。そうですね、これで3連続。そら、同じ日に撮ってるようなことを言わない。同じ日だぞ。なんか連続で撮ってるのがバレバレになってます。まあ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 、まあはい。おはようゲートボールです。3本撮りたい。フラフラ最後、フラフラフラ。たけしが言ってるんだ。はい。レアなとこ。さて、この間ずっとやってます。4月9日の埼玉スーパーアリーナ、紅葉。これね、まだもう一試合、もうすごい試合が残ってましたね。さあ、じゃあ今回これをやってみましょう。マシュこれです。はい、ケイさん。マシュこれライト級じゃないですか。ライト級といえばユラさん。はい。ライト級です。ライト級じゃないですか、ケイさん。ライト級はライト兄弟が僕なんですよ。そんな話初めて聞きました。そんな話兄弟が持ってるってこと。いや、ライト級って言ったらライト兄弟が僕っていうことです。知名度が。ライト級といえば。そう、ライト級といえば。ライト兄弟といえばってこれ。ライト級です。ああ初めて来ましたけどね、今。さあ、ライト級の、はい、このノンタイトルなんですけどね、好カード、吉野修一郎選手と、はい、元スーパーフェザー級の世界チャンピオンね、伊藤正幸選手の試合が入ってます。さあ、ケイさん、ライト級なんでちょっとねえ、いっちゃっていいですか。語ってください。ライト級といえばケイさんですね。マシュ、まずじゃあ吉野選手、どんなボクサーですかね。吉野選手は、僕がイメージする吉野選手は、はい、あのどっちかというとミドルレンジのロングレンジがちょっと得意なのかなっていう感じはします。あ、ちょっと長めの距離ですか。なんか、ミドルレンジなんだけど、ロングレンジ寄りのミドルですね。はいはい。なのでジャブがすごい上手いです。あ、左上手いですね。ジャブが結構あの本当にもうあのフェイントかけたりとか、はいはい、結構する選手ですね。なるほど。テクニシャンって感じですか。テクニシャンです。テクニシャンです。はい。さて、ワイトさん、はい、吉野選手、はい、今回多分研究していただいたかと思いますが、うん、どうでしょう。まあ強いですね。本当にそれはチャンピオンですからね。それはチャンピオンですから。どの辺強いですかね、吉野選手って。やっぱまあその距離の取り方でしょうね。そうですね。まあ基本なんですけどね、あのボクシングは。僕みたいなね、一応短い選手はあんまないんですけど、そういう戦法はやっぱ背が高かったりと、あの腕が長い選手、やっぱこう、はいはい、相手の届かない場所にでジャブ、このジャブで力この寄せないようにするっていうのが、うんうんうん、基本だって僕は習ったんで、最初にそれができる選手ですね。なるほど。だからジャブって言えば僕は結構あの経営選手もジャブがすごく上手なんで。すごいね、早いもんね。塾長見えないぞ。はい。塾長、今振られましたが、左ジャブ、塾長といえば左ジャブと。ああ、昔ですか。昔の話ですか、それ。まあその、多分吉野選手と多分圭君のジャブって何が違うかったら、吉野選手はあの別に悪い意味じゃないんですけど、待つボクシングじゃないんですよ。要は、うんうん、ジャブで相手をかく乱させて、そこから攻撃する。はい、でも圭君のジャブっていうのはどっちかというと誘うジャブなんですよ。ハーパン。誘ってきたらこうバーンみたいな右アップ、殿下の方ですね。あ、アッパーですね。なので吉野選手はそれが逆で、こう相手をかく乱させてそこから打ち込むパンチなんで、そうですね。それがちょっと違った感じです。どっちもすごいと思います。なるほど。塾長、はい、日本の中量級の好カードなんですけどね、今回、はい、中量級もやはり一昔前に比べるとだいぶレベル上がってる感じですかね、日本もね。そうですね。やっぱあと年齢がやっぱり上がってますね。平均年齢っていうか、その寿命が伸びてます。そうですね。何がきっかけでその寿命が伸びては分かりませんけど、本当に20年30年前に比べると、40年50年前だったらその20代後半なんて言ったらもう大ベテランって言われてたような時代だったと思うんで、まあ、今30代前半でも普通にやってる選手が多いですから、そうですね、トップ前線で、なんで
あ、それってそういうのって何が理由なのかってこと自分には分かりませんけど、うん、それでもあれじゃないですか、パンチを折らないじゃないですか、ね、そうですね、試合が少ないっていうのと、無理に組まないっていうのと、あとディフェンス力の向上ですよ ね、 そうですね、だから何度もケイセさん言いますけど、打たせずに打つみたいなね、あの井上尚弥選手みたいな、そうですね、うん、ああいうのは流行り、一昔前ならね、その殴って殴られるような辰吉さんみたいにね、そうそうそう、こうもうガードルを割ってとか、かわしてとかいうのはもうないですもんね、今そうですね、取り上げたら怒られるんですかね、あれは一応パフォーマンスなんですけどね、うん、あれで、うん、ボクシング時代が変わってきてるっていうちょっとところもありますよね、大なんとか世代じゃないですけど、うん、変わってきます、うん、安全というかね、そうですね、もらわない、うん、そうですね、うん、ダメージをもらわない、で優秀選手はその世代なんですよ、要はその、うん、もらわなくしてジャブで崩してからやるっていうタイプ、はいはい、で伊藤選手っていうのはちょっと別にまあ新旧じゃないですけど、ちょっとあの一昔前って言ったら失礼ですけど、あのパンチに対してそのフットワークじゃなくてこの スリッピングというかその打球と出してゆっくりパンチ打つ感じのボクシングですね、僕はでもそれがかっこいいと思うんですよね、僕はどうしても見応えがあるんですね、あパンチ見えてるんだなって、そうそうそう、まあ、川崎の方も嫌なんですよ、結構あえどうなってんのみたいな、ね、そう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 、そしてやっぱ見てる方も楽しいですし、ただやっぱ疲れるとやっぱもらってしまうんで、はいはい、それはやっぱデメリットですよね、なるほど、そうです、なるほどなるほど、あとスピードに対応できなかった時にもらいっぱなしになるってね、そうですねそうですね、ガードするじゃないですか今ちょっと先に話出ちゃいましたけどね、あの伊藤正幸選手もね、うん、ちょっと、はい、ケイさん、伊藤正幸選手、はい、今おっしゃったような感じのボクサーですか、そうですね、あの似てる選手だと、その、まあ、さっきちょっとミーティングの話しましたけど、はい、あの畠山選手にちょっと攻撃が違いますけど感じが似てるんですよね、なるほどね、ミドルレンジで戦う、うんうん、相手のパンチを避けていかに懐に入ってそこから打つっていう連打を叩き込むって感じなんで、はいはい、どっちかというとそのパンチ力っていうのも連打で多分僕は倒すっていうか、あの有利に持ってくるタイプじゃないですか、ね、パンチの回転でっていう感じですか、そうです、回転数がすごくあると思います、はい、タイトル取った試合とかそうですもんね、そうです、手がずっと出てて、なので逆にその吉野選手が怖いって思うのが多分そこじゃないですかね、うん、入られて回転数入れられたら多分あの伊藤選手に分があると思います、うん、巻き込まれるってやつね、そういうことです、なるほど、ただ吉野選手が吉野選手の距離を保ってやればこれはもう勝ち目はないと思います、なるほど、はい、大橋さん、あの、はい、伊藤、うん、元チャンプですね、世界チャンピオンですけど、うんうん、どうですかボクサーとして、顔はかっこいいですね、あ、うん、奥さん綺麗ですもんね、余談ですけど、あそうですめっちゃ綺麗ですよ、うんうん、まあ、最近見たのがそのバレンタイン選手の試合なんですけど、まあ、すごかったです、やっぱケイさんの言うみたいにこうスウェーデンかわして打つとかカウンター打つとか回してそのまま止めるとかいうのがやっぱお手本になるなっていう、まあ、ただそのさっき言ったようにあのスピードが対応できなかったりとか、あ相手との距離がつかめない時にあのやり方だと伊藤選手はないと思うんですけど、そうですね、危ないなっていう、うん、相当練習しないとあれは身につかないです、なるほど、バレンタイン選手は多分噛み合ったんでしょうね、多分。そうですね。そうですね。バレンタイン選手はどっちかというとその、うまいボクシングっていうのも、どっちかというとあの人はそんなにリーチ長くないと思うんで、ってなると、どうしてもミドルレンジで戦うことなんで、はいはい、そうするとやっぱ伊藤選手の、まあ、バレンタイン選手はパンチあると思いますけど、回転数が上回って多分、勝てたっていう感じです。なるほど。はい、で、体格的にはほぼ一緒みたいですね、今回、吉野選手も、はい、伊藤選手も。なんかあの日本のライト級も大きくなりましたね、175ぐらいですよ、だからケースさんと同じぐらいですか、僕と同じぐらいですね、はい、やっぱね、ライト級だと170前後ぐらいだったんですけどね、ちょっと大きくなりましたね、さあ、さてズバリもう勝利予想いってしまいましょうか、じゃあケースさんどうですかこの試合、これでも難しいですね、やってみなきゃボクシングって分かんないと思うんですけど、はい、その持ってきた次第で僕はどっちも優勢になると思うんですよ、で僕は、6-4 って思うんですけども、僕は 5.5、うん、5.5 で吉野になります。ああ、吉野選手。5.5 だと11になる。5.5 と 4.5 です。ああ、なるほど。5.5 で 5.5 だと11ですよ。確かに11。そんなバカじゃない。そんなバカじゃない。いつもこの方バカにしますからね。5.5、4.5 ぐらいですね、僕は。で、吉野選手から。そうですね。なるほど。本当に僅差だと思います。なるほど。ただ、まあ、その展開次第では、展開次第では全然伊藤選手と。展開選手と、あとは伊藤選手が絶好調だったら、うん、っていう話です。なるほど。って思います。わかりました。
林さんどうですかね、勝利予想としては。ね、この試合はちょっと本当にやってみないとわからない。その噛み合わせがあるんで、やっぱりそのタイプが違うんで、うんうん、伊藤選手が自分の距離でできれば本当に伊藤選手のもんだと思うんですけど、そうですね、逆にこう入れずにそのままラウンド進んでっちゃうと吉野選手になるっていう、うんうん、5対5ですね、足して10 2分引き分けいやいや、もう本当どっちだったかわからないです、うん、でなるほど、意気込み的にもそれ世界に行きたいで、伊藤選手はもうあの陥落してからずっと調子悪いですから、うん、あのまあね、本当に正直な話、そろそろって言われても、うん、世間的に ね、 そうですね、言われても、本人は気持ちがあっても、世間からそうやって言われると、また次の強い選手に挑戦出したときに、いやって言われるかねえので、ね、まあ、本当に先生もかけてやってると思うんで、はい、いい試合になることは間違いないです。そうですね、あの世界的にもやっぱね、このライト級はもうめちゃめちゃ暑いですからね、暑いですね、なかなか日本人がね、そこに食い込むっていうのは難しいんですけど、ね、やっぱり日本のそのライト級のね、トップウォーズとしては、なんとか、うんうんね、なので、その吉田選手のジャブが生きたら、これは吉田選手が多分そのジャブで撹乱して、そこからのコンビネーションで多分まとめると思うんですけど、うんうん、それを逆に封じて伊藤選手が自分の距離を持っていったら、これは分かんないですね。なるほど、ジャブを見切ってね、そうですね、避けながら打って、うん、そこから入ってってなったら分かんないですけど、うんうん、でも吉田選手はそのジャブもフックも上手いですからね、なるほど、はい、多分この 3B チャンネルの勝手な予想になっちゃうんですけど、これで、例えば、伊藤選手が勝利したとすると、多分もう一度世界のステージに上がると思うんですよね。で、これで吉野選手が勝利したら、はい、もう一人ライト級でいいですけど、三代選手がいるじゃないですか、ね、ああ、ありますね、吉野三代という、ね、戦いをして、ね、勝った方が今度世界、世界、まあ、って言ってもおかしくないですね。そうですね、だから伊藤選手が勝ってもう一回伊藤三代っていうのは多分ないと思うので、もうないですね、そうですね、だからそういう意味ではあの伊藤選手相当気合入るんじゃないですかね、もう一度その世界にカムバックするんだったらもうこの吉野選手に勝つっていうのは手っ取り早い、そうですね、難しいところで、例えば負けても失うものがないと思う選手って実はいないと思うんですよ。何とかしたらみんな絶対失うものがあるんで、だからボクサーの試合なんて年にまあ年に3試合ですか、多くても3試合2試合じゃないですか、なんでまあやっぱりその中でそのグッとグッとその気持ちを込めて、それのためにものすごい訓練をして、でしっかり体重も合わせてっていうふうにしないといけないんで、失うものがあるないかって言ったらそうじゃない、絶対何かしらあると思うんですよ、まあそうですね、うん、失うものがないから怖いもの知らずでいけるかって言ったらまたちょっと違う気がするんですね、うん、なるほどね、逆にモチベーション落ちちゃうんじゃないのって思っちゃいますし、大体失うものがないっていう人ほど失うものがないから行くんじゃなくて、絶対に得るものがあると思うが欲しいかな、はい、うん、それ以上の欲があるんです、ね、逆にね、なるほど、まあまあ確かにそうですね、まあ、どちらが勝つかっていうのは、まあ、本当にやってみて分からないですし、でもボクシングはあれですね、面白い試合がいっぱいこれからあるし、はい、うん、楽しみな選手もね、ちょっといろいろね 3B チャンネルで切っていきたい選手とかもね、いやもうぶった切っていきましょう、もうバンタム系の僕は西田選手とかも好きなんですよね、あの比嘉大吾選手とか、ああいう選手とかもね、もうスポット当ててちょっと見ていきたいかなと思いますので、ですね、はい、はい、今日もじゃあ皆さんお忙しい中ありがとうございました、ありがとうございます、いつも 3B チャンネルをご視聴いただきありがとうございます。ケースからちょっとお願いあります、皆さんここにあるボタンをポチッとしてください、そしたら僕ら今以上に頑張れるのでどうかよろしくお願いします。